はい、マーズエディットで、画像を一気に添付したい。画像を一気に添付したい。そういった場合に、マーズエディットは一気にこのように追加ができないんです。1枚ずつしかできないようになっています。これを可能にするのが Apple Script で書いたコードなんですが、まずコマンド3を押して、アップロードユーティリティを開きます。そしたら、Choose ファイルから、画像が格納されている俺のローラー。これを選択して、ここでちょっと一旦キャンセルしてみます。その状態で Apple Script を立ち上げると、一個ずつ添付されるようになっています。こういう感じで一個ずつ処理されていきますね。この間は、まあ、他のことやっちゃったら、そのスクリプトが止まってしまったりする場合があるので、放置で。で終わったらそのまま作業を続けるっていう感じですね。